よろしくお願いします。はい。各社主要行っている論調査でですね、野田政権の支持率が 30% を切って20倍の高と危険水域なんですが、これについてどのように見てらっしゃいますか。1ヶ月ごとに 10% ずつ国民の支持が離れていっている姿を見ますと、鳩山、菅両内閣と同じような姿で、もはや危険水域と言ってもいい姿だと思います。よくよくこう見てみますと、指導力がない、すなわちそれは実行力、実現力がないと国民が見てますね。もう一つは経済、外交に全く期待を寄せてないということを考えますと、もはや野田政権が消費税、外交、経済成長、その他野田政権での危険を、この危機を乗り切る力なしと国民の皆様方が完全にそう見て、おられる。つまり信頼も支持も信任もない姿と言わざるを得ないと思います。その根底には何かと言いますと、言葉だけがまた飛んでしまって、それを実行するノウハウも力も、あるいは最も大事な国民の信頼、繰り返して恐縮でございますが、やっぱり2年半前の選挙の時のマニフェストがと言われるものがことごとく破綻してしまったということを国民の皆さんが見ておられる。加えて人材力がないということに対する厳しい、状況に今なっていると思います。それは野田政権を一人だけが選べればいいというのではありますまい、やはり日本の政治の現状を乗り越えていくために、もう一度その信任と信頼を国民の皆さんに問うということが、そこから始めることが私どもも今責務ではないか、こういうことを強く感じているところでございます。世論調査の中で消費税の引き上げ 10% について不支持が半分以上上回っているんですが、この状況はどのように。これはすなわち何のためにこの消費税の増税が必要なんですかということに、今の政権はですね、資料も出す出さない、あるいは基礎年金をやるためにはさらに 7% の消費税アップが必要だと、これはもう彼ら自身のデータを見ればわかるわけですから、だから何のためにそれじゃ今の 5% の消費税の増税が必要なんですかということに国民は理解をしていない、説明がないということだと思います。もう一つはその背景に、やはりこの経済のデフレ、円高に対する政策が野田政権にないということが、そういう国民の皆さんの思いではないでしょうか。また田中防衛大臣についてですね、交代すべきだという声が過半数以上を占めていまして、それも国会で自民党としてはどのように対応していたんですか。適格性に欠けるという意味ではもう明らかになったと思います。なんか今日のニュース等々を拝見しますと、沖縄に行かれるというんですが、沖縄県民の方々は日本国民の皆様方全体で見るよりも、今の防衛大臣に対する信頼も、あるいは期待も、あるいは心の通い合いも持っておられないと思います。行けば解決する、行けば信頼が得られるという問題ではないでしょう。先般のいわゆるパッケージではなくて切り離しと言われたら、それじゃそれを具体的にどの地域にどのように分散させるのかということを示さない限り、
一方では辺野古へのそのアセスメントのありよう、あるいは着工のありようもですね、もう県民の方々の怒りにも満ちた拒否反応がある中でですね、どうやって具体的にそれを乗り越えるんでしょうか。乗り越えられないと思います。したがって、その適格性という意味において、どうぞ野田総理、ご判断をしてくださいと、本当に、田中防衛大臣がこの難しい国際情勢の中で日本の防衛を担える人なんですかということをご判断ください。そう言わざるを得ません。残念ながらそういうことができないとすれば、国会の場で何か我々が行動を起こさなきゃならん時もあるのかもしれませんが、まず野田総理自身がミスキャストだと思ったら、その過ちを自らで正すことも、これは実行力というんじゃないでしょうか。ぜひまず総理にご判断をいただくべきだということを申し上げたいと思います。宜野湾市長選なんですが、はい、自公が推薦する候補が当選しました、はい、この受け止めは。当初防衛局長問題がございまして、非常に厳しい状況であるということを認識を私どもいたしました。しかし、普天間の飛行場を固定化させてはいけないと、そのためには国を動かす、そういう力の、あるいは行動力のある市長さんは誰か。第二点は宜野湾市のやはり、基地だけの問題ではなくて、生活あるいは経済、こういうものをどうするかというビジョンを持って、これもまた実行力に向けて行動できるのは誰か。まずそのことをしっかり訴えていこうということで、最後の最後まで諦めずに、皆さんが協力と努力をし、ご本人も頑張っていただいた成果だと思います。その思いの中には、絶対に固定化はノーだという意思がそこに込められているわけですし、さらに私どもも推薦を申し上げた限りにおいては、新市長のに現れた市民の皆様方、県民の皆様方のお気持ちを対して、バックアップしていかなければならんなと、このように思っております。福田さん、どうぞ。すみません、その宜野湾市長選挺の関連ですけれども、はい、佐喜真さんが当選されたことでですね、今後のその普天間の移設問題というものがどのような影響を及ぼすとお考えでしょうか。まず第一に、固定化はしないよということを政府が具体的に、それこそアクションプラン、あるいはロードマップを作ってですね、そして、実行に移すことが政府の大きな使命ではないでしょうか。加えて、我々もそういうことに対して、しっかりとバックアップしていくことが我々の責任だと思っております。すみません、消費税の関係なんですけれども、世論調査でですね、消費税増税を認める意見は半数を超えるんですが、その前にですね、自民党との事前協議、自民党は今のところ国会でというお話をなさっていますが、事前協議を求める声が8割超えています。これについて説明はどのようになりますか。国民の皆様方に申し上げますが、私どもは国会という最高の意思決定機関のところで法案をお出しになったら、その問題点を堂々と論議していくことこそ国民の理解と支持を得られることだ、このように思っている方針に何ら変わりありません。国民の皆様方は多分国会でも拒否されるんではないかという思いもどっかにありながら、そう問われればそういう答えになるのではないかと思っておりますが、私どもの信念と、この国会の基本的あり方から見て、
私どもの方針は微動だにするものではございません。すみません、選挙制度改革についてお聞きしたいんですけども、はいはい、まあ、今議長裁定などの声も出ている中でですね、民主党の越石幹事長は、まあ、今やっている実務者協議25日までの決着は困難ということで、まあ、区割り審の勧告を延長するような主張をされているんですが、その点について副総裁どのようにお考えでしょうか。許される発言では私ないと思います。その中身についての議論は あるにしろ、最高裁が立法府に対して、とりわけ衆議院に対して、一つの結論を出した限りにおいてはそれを尊重し、ギリギリまでに我々の法律に基づく2月24日までにギリギリまで最高裁のその判決に対して応えるという覚悟なしに、今からもうできない場合は先送りするということは、見識もなければ立法府の権威も私は失うことであろうかと思います。そういうことを考えますと、議長さんは何をやってるんですかと。これは政策というより衆議院の権威の問題、衆議院のまたあるべき姿の問題ですから、私はともかく24日までに最高裁で出された一つの我々に対する大いなる課題宿題については我が党も努力します。民主党はましてや与党として24日までの間にもう全力を尽くしてそのことに応える義務がある。そして、議長裁定とかなんとかではなくて、議長さんもこれは危機感を抱かなきゃいけません。そういうことを横道議長に私はやっぱり申し上げなきゃならんような気がしますね。我々も努力します。だから民主党さんも努力しなさいよ。今から先送りなんてことを簡単に言うべきじゃありません。よろしいでしょうか。はい。